ということでね、まずは、うん、私たちのことを初めて見るよって方もいらっしゃると思うので、うんうんはい、AOP の説明を広瀬さんお願いします。はい、AOP とはですね、アニメ応援プロジェクトから生まれたユニットで、メンバー全員アニメが大好きなので、今アニメジャパンに来てウハフハでーす。やったということで、はい、AOP の名前だけでも覚えて帰ってください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでね、まずは、自己紹介一人一人していきましょう。はい、ステージで輝くアイドルアニメが大好きな朝日優奈です。はい、スポコンアニメが大好きな星木星奈です。はい、花園系美少女アニメが大好きな友恵恵です。よろしくお願いします。はい、はい、バトルが熱い少年漫画系アニメが好きな春崎のんです。はい、主人公が特殊な能力を持っているアニメが大好きな堤ゆきなです。はい、不思議な世界観のアニメが大好きな広瀬ゆうきです。はい、思春期全開の学園アニメが大好きな小島凛です。はい、ミステリアスで少し切ないダークファンタジーアニメが大好きな工藤ひなきです。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。とてもパワフルなライブパフォーマンスありがとうございました。ありがとうございました。今一度拍手の方お願いいたします。ありがとうございます。はい、いやー、皆さんいかがでした、今回のこのステージの方は。AOP 自身もすごい気になるアニメがすごい増えてしまって、はい、もう言ってて話してて、はい、話していて、なんでそれがなんか皆さんにも伝わってるといいなって思いました。まあ、そうですよね。はい、まあ、今回MC の方も皆さん務めていただいたみたいで、はいはい、結構緊張しましたか、やっぱり。そうでもない。いやー、でもアニメが大好きなグループでよくアニメを紹介したりはしているので、はい、いつもの流れ で、まあ、皆さんにお伝えられたかなと。はい、今日はかろうじて時間内に収まった方です、はい、いつも喋りすぎちゃうので。なるほど、語りすぎちゃうんですけれども、はい、今日は短めにしていただいたということで、はい、ありがとうございます。はい、いやもう、もうお客さんの熱気が後ろの方まで伝わってまして、ありがとうございます。AOP の皆さんとお客さんと一致団結できたのかなと、はい、思います。では本当に、素敵な歌とプレゼンでステージを盛り上げてくれた AOP の皆さんに、もう一度大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。では AOP の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。